チュンチュンチュンカシ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 ュンこれですよ、村井さん。いや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 、いやー、はい、これだと思ってました。これですよ、これですよって言っても男の身だしなみですよ。男の身だしなみ、それさっきの話ちょっとやめてくださいよ。これですよ、これトランスフォーマーですよ皆さん。え、マジ？これトランスフォーマーなの？そう、トランスフォーマーなんですよ。今のあの音でね、私トランスフォーマーを表現したつもりだったんですが、違ったかな。ごめん、そこまで私ね、あんま詳しくないんだですよね。これロボになるの？そうです、あの金属生命体に変形するんですね。え、そもそもこれ何？これ、あ、そうだそうだ、もう前提からいきましょう。タッチペン、ただのペンです。まずはただのペン、 iPhone 関係ない。今回はこれ、いや、でもただのペンって言ってもただのペンじゃないですよ。蓋取りますね。このようにですね、ぐる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 っと、皆さん見えてますかね、このようにかけております。かけてますね。ペンですね、ボールペンですが、これただのペンじゃないのはなんとですよ、あのコンボイ、最近変形する、映画のオプティマスってのが分かるかもしれないですからですね、あの青とシルバーと赤のあの金属生命体、まあロボットに見えますかに変身変形するわけですね。都庁は実はロボットだったみたいな、それぐらいのインパクトなのかな。うん、まあでもこれ見た感じ大体ロボットっぽいんですよ、ね、はい、これどうなんの、行きましょう早速。どうして金ってなんの、一瞬ちょっとガションガションガッチャンクルンクルンしましょうかね。行こう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 、はい、まずここ足で、こっちが頭なんですね。早速行きましょう。これ腕です、パカ。あ、まさかこれ手、はぁ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 、もう一回やり直してください。これは想定外。じゃあ皆さん早速変形させていってみましょう。行きましょう行きましょう。まずここが腕なんですね。ガチャーン。ガショーン。あ、意外とでかい。そうですよ、そうですよ。あ、結構でかい。ぐるりんと腕が生えましたね。頭はどこから？頭は胴体の中に格納されています。ぐらい。失礼、はい、秋田もちょっと花粉にやられてるかもしれない。はい、で次ですね、この胴体部分に頭が格納されているので出してみましょう。そうそう、こういう風にね、結構ね、がっちりね、パチンパチンとロックされてるから、ペンとして書くときにね、安定してるんですよ。なるほどね。ペン使いのときになんか体が勝手に動いてとかはないんですか？はい、そうですね、この脇とか止められているので、これを外していくと、今バイヤーは脇をこちょこちょしてる感じですね。ここをパチンと戻すと、これが何ですかね、側面の、ね、腰の横に行くんですね。おお、でこうするとここが、胴体がガバーンって開くんですよ。おら、この中に頭が入っているので引き上げるんですね。すると、あ、出てきた、スポット出てきましたね。だいぶもうあの人型に近くなってきましたね。もう完全に人型。足の部分がね、ちょっとこうバラバラになってるのをこう戻してみます。この間に入っているのは武器です。ペン先であり武器ですね。あ、コンボイ、ペン先であり銃、銃です。これ出ちゃうぞ、まだ出ない、はい、こんな感じで人型に変形しました。かっこいいじゃない、これ。かっこいいですよ。これ本当に僕ものすごいびっくりしたんですけど、可動超しますよ。足関節とかこう立ち膝みたいなポーズとかもね、取れちゃうぐらい。バイヤー質問なんだけど、はい、これアップバンクストアで売ってんの？売ってますよ。アップバンクストアってのはいろんなもの売ってるね。いろんなもの売ってます。あのおまんじゅうも売りますし、金属生命体のフィギュアも売りますですね。あとモバイルバッテリーとかも売ってますよ。本業じゃないですか。はい、あ、すごいね、はい、結構なサイズだし。そうなんですよね、このね、ちょっと実際持っていろんなポーズ撮らせてみてください。楽しいですよこれ。あのどうなんだろう、私83年前なんですけど、あのプラモデルとか買ったことあるんですけど、古いやつって動かないんですよ。あ、すぐで動かそうとするとバキッて関節折れたりとか、結構ね、あーって思ってる方、すごいやばいポーズになってますけど、ちょっとあのガンダムの最後のラストシューティング、これね、そのあれですよ、実は結構そう、
ググッと。そうなんですよ、このね、腰のとこが動いたりとか昔のね、プラモから比べると、まあこちらプラモデルじゃないですけどね、完成モデルですけど、プラモデルとかと比べるとね、信じられないぐらいよく動きますよ。動く、よく動く、動きます。はい、ほい、こんな感じですね。これはモデルは1個だけ、あともう、ワンタイプあって、黒いオプティマス。私ちょっとね、それどういう風なオプティマスさん、コンボイですね、失礼、黒いコンボイがあって、それちょっとどういうね、作品の中に実現なのかわかんないですけど、存在しております。うん、今まさに予約受付中でございます。おちょっとですね、こうペンでというよりかはもう普通に変形するおもちゃとしてね、おもちゃっすね、おもちゃですね。グッときた方はですね、ぜひアップワークスターでチェックしてください。お買い求めください。はい、ありがとうございました。バイヤー、ご視聴ありがとうございました。YouTube でご覧の方はチャンネル登録を、ニコニコマックスのライブでご視聴の方はお気に入り登録を、何卒よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。